まあもう来たことにしちゃおうかなと。はい。それなんて花なんですか？これはタカネビランスっていおお。う花です。来た時は白らしいですよ。ええのになんか結構質問してくるけど行ってみたくなった。動画見ればわかるけどさ、ちょっとあんな感じの場所なんです。あんの？絶対来たくない。ありがとうございます。おはようございます。急ですね、ここは。急ときつい。
そうです、ありがとうございます。めちゃくちゃきついですね、ここ、日帰りなんですか。そうですね。あ、青木なんとかって、青木から登ってきたんですか。青木高台から登ってきました。じゃあ中道から。あ、そうですか。あ、一緒です。はい。なんか表記されてるものってないですよね。なんか YouTube とか、はい、あのブログとかで見ると岩に5を3番ってプレートみたいなのがついてるらしいんですよ、はい、みんな荷物をデポって当てるみたいで、はい、デポなんだろうなって私も思ってるんですけど。あ、まあもう来たことにしちゃおうかなと。はい。はい。それなんて花なんですか。これはタカネビランシっていう花です。北岳は白らしいですよ。うーん、さっき小屋の方が言ってました。
でもすごいですね、大きいカメラ持って1日で鳳凰三山回って絶対すごいですよ。お腹めちゃくちゃ空きますよね。もしよろしかったらパンをちょっと多く持ってきちゃったんで、それじゃあゆっくり行ってます。30分か。
りますよ、多分。なんかいい場所があれば。ここ上がったら早いんですけどね。あ、ここ行けるかな。お疲れ様です。それじゃあお疲れ様でした。失礼します。車両券ありがとうございました。じゃあ乾杯。何時から登りだ？5時過ぎ。早い。鳳凰山が本では見た。日本百名山。オベリスク。オベリスク。オベリスクで有名なの。ローマとかああいうとこ行く。変なバー立ってんじゃん。本来あれのことをオベリスク。そうだよ。なんか模様みたく、なんか文字みたく書いたりするじゃん。自然のオベリスクがある。岩みたいにね。岩岩。なるほどね。よかった？めちゃくちゃいい。え、工程は何とかなの？まあ、工程、まあ、鳳凰三山は結構長い。山小屋は？あるある。そのオベリスクは良、かった。オベリスクいい。どこにあるの？どこにあるの？だからその山の、山道南、三つ言った山の地蔵かにあるの。いや、北アルプスとかの良さもあるじゃん。ああいう、いかにもこう、官僚体っていう。まあ、と緑豊かだよね、どっちかそっちのがね。どこ？南アルプス。でも八ヶ岳とかも緑結構豊かじゃん。うん。でも、八ヶ岳でも違うんだよね。うん。なに、なんか、結構質問してくるけど、行ってみたくなった？そんな質問してないよ。動画見ればわかるけどさ、富士山御殿場口のあの、登りづらい感じの、足元が下がる感じのやつ。うん。ちょっとあんな感じの場所があるの。あんの？絶対行きたくない。今回の動画見たら、行ってみたいなって思うかもよ。なんで？